こんにちは。こんにちは。中級メガネです。です。さあ今回はですね。特別企画になります。はい。夏休み佐藤氏の自由研究。ええ。あの中級予備校の書き講習ではない。じゃないですね。はい。夏休み佐藤氏の自由研究。夏休みに入りましたので、まあ何かやらなきゃということで、今北条さんがおすすめの。はい。 チームを紹介してくれるってう、うん。はい。はい、でこれは一応第三弾ぐらいまで行く予定です。<laughs> うん、そんなにいくんですか。<laughs> キーワードがたくさん出てくるので、まあ、子供たちが文字起こしして <laughs> あ、あこういうの書、スクショしていただいて、でそれをもうどんどん使っていただいて、はい、で自由研究ってなっちゃって終わった学校に持ってって、<笑>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 誰がやるんですかそんなこと。学期始まった瞬間から <laughs> お素晴らしいっていうふうになる。<laughs> 怒られますよ。<笑><笑> き <laughs> 今日はその第1弾、1> はい、はい、J3 の岩城よしす、うん、今期から J3 に昇格したんですね、うん、それでなんと、この間、前半戦ちょうど折り返し迎えて、なんと首位ターン、1一勝4分け2敗、しかも得点1位なんですよ、今、最多得点なんですよ、うん、36六ーで失点が最少なんですよ、13。 すすごくないですかだから得視点がだから23点もぶっちぎりなんですよじゃあ内容的にもかなりいいいいんですこれがすぐに監督がね監督さんにあのなったんですけど今年から監督さんが言ってるのは、うん、まださに90分間あの止まらず走り続けるそういうフィジカルはいなんかいがきって言うとらいまだにこう、うん、フィジカルだっていうふうにああ<ー>イメージを持たれてる方もいらっしゃるのかなみたいな、うんうん、まあそのイメージはちょっと古いですねね、うん まあそういう、いい部分もそういう残ってるんですけど、そういう。強度がまあ今高いんですよね、やっぱね。攻守のね。はい、テンポも速いですしっていう。はい、ただ大きな特徴があるんですよ。ダゾーンの中継見ていただくとすごく面白いんですけど、一番の特徴は画面に映り込む人の数が多い,いなるほど。こ極端に多いんですよ、しかも。ああ、なるほど。いわきは。なぜじゃあこんなに人が極端に画面に映り込むのかっていうのは、選手同士の距離がめっちゃ近いんですよ。 みんなあの、守ってる時は、映り込む人数多くなんじゃないですか。みんなで守ってる、ね。あ,あ、ね、コンパクトね。はいうん、ただこの、いわきが面白いのは、攻撃に移った時もめちゃめちゃ映 <laughs> り込むんですよ。みんなが接近してるんです。<laughs> なるほど。接近,接近した状態で、みんなでゴールに向かっていくっていう。そこが大きな特徴で、これ変わってるっていうか、他のチームあんま見ないですよね、こういうのね。最近は皆さん、あの、よく幅を取れ。うん。ハイブレーンだ。うん。ハーフスペースだ。ポケットだっつってね、みんなやってますけど、 いわきの場合は、幅とか、うん、ハーフスペースとか、ファイブレードがあんま関係ないですい。た、えー、多分でも、イメージはわかんないんですけど、うん、まあ、ラルフ・ラングニックさんの系統の、まあ、あ<ー>ライプスヒとか、るうん、あるいはそのザルツブルーグとかね、すぐり監督は、相馬監督の影響をかなり受けてるって話を、実際されてるで,、うん、で相馬監督が言ってるのはね、サイドで圧縮するやつですね。スモールフィールドワンサイドアタックってよくね、あの相馬さん言ってましたけど。 まあ基本的にそれに近い思想のフットボールで、まあ、僕はだから四畳半一間のフットボールって呼んでますけど四畳半一間のフットボールいやもう言い方が昭和だろうって感じですけどね四畳半に11人が入ってみたんだよな今風に言うとワンルームフットボールですかもうわかんないですけどワンルームフットボール <laughs> とにかくこうみんなが <laughs> こ,れこれいいですねあの自由研究に本当になりますよいやでもとにかくねこうみんながこう一塊になりながら守って攻めるっていう。 守るときって基本的にみんな近くの距離にこう保って守った方が狭い方がいいじゃないですか。うん、お互いあのカバーリング効きやすいからで。だからあの局地的に常に岩木の選手の方が多いんですよ。ボールの周辺に。で5対4、6対5とか、常に岩木の方の選手が多いっていう状態で、で、ボールをすぐ取,取って、で、そこから素早く攻めるって徹底されてて、すぐり監督とか奪ったボールをとにかく前につけろってとにかく言ってるんですよ。まず選択肢は、 ラインの、えっと、浮いたの裏。で、裏でダメだったら、ライン管にいる選手に、くさびをバーって入れるっていう。まずそこからスタートするんで、ただこれって、他のチームを普通にやろうとすると、ミスが増えるじゃないですか。ああ、そうですよね。スピードが上がっちゃってると、逆にこう、事故に起こりやすいのは車の運転と一緒なんで。だけどそこで技術、技術的に、そう、ミスが少ないんですよ、岩木。うん、だからボールが、しっかり前、縦パスが入って、 そっからみんな近い距離にいるんで、あっという間にコンビネーションを使って突破できるっていう。うん、しかも運動量とか、走力とか、強度がそもそも高いんで。うん。やっぱりフィジカルベースはやっぱりあるじゃないですか。うん、あるんですよ。ただ、うん、これポイントなのは、あの、みんな全員近い距離でこう戦ってんじゃないですか。だから実は強度高いんだけど、異常にこう、長い距離走んなきゃいけないみたいなケースは逆に少ないです。なるほどね。はぁはぁうん。お互いにカバーリング聞いちゃうんで、短い距離でスプリントみたいなのいっぱいあるけど、 長い距離走んなきゃいけないみたいのは、逆サイドにボールバーンって振られましたとか、うんうん、背後にバーンって入れられましたっていう時は、もちろんみんなで全員でこう移動する距離が長くなるんですけど、そんなないんですよ。これ失点13っていうのがこれ証明してると思うんですけど、その危ないっていう前にボール取れちゃうんで、最初できちんで。そもそも照らせないっていう。照ら,いいう照らせないっていう。だからもうすぐボール奪ってまた攻撃に移る。で逆にボールロスとしてもすぐ取り返すっていうことが、こう、向上的にこうできるので、 その連続なんですよ。他のチームの J3 の監督さんも言ってますけど、前半後半の立ち上がりのラッシュがすごくてうん、うんで、特に後半のこの立ち上がりから15分の間に点取ってるのめちゃめちゃ多いんですよ。前半が9点かな。で、後半が25、6点取ってるんですけど、特にその後半の立ち上がり15分ぐらいのまあラッシュがすごいんですよで。前半で何とか持ちこたえても、前半で相当相手消耗してるんで、後半のその立ち上がり1分ぐらいで、 もううちちょっっと後手に回ってやられちゃうみたいなケースが結構多いな多ですよ、ね、直近の沼津戦もそんな感じでしたよね。一気にバーンって取ってね、4-0で勝ったっていう試合でしたけどね。でそれが立て続けにポンポンポンって点が重なっていっちゃうっていう感じになってて。これでも全体の話するとそうなんですけど、やっぱり一人一人の個性がその中でこう輝いてるのもまたこれよくて。うん、で特にこのサイドバックの2人、この右の佐賀と左の日高って選手がいいんですけど、この2人がね、 うん、得点すでに4点ずつ取っていて、アシストも4、5、4か5ぐらいあるんですよ。差がアシスト5で。基本的に岩城は幅,幅より深さっていうチームなんで、あんま幅っていう感じないんですけど、うん、みんながとにかく近い距離守ってるから、うん、サイドバックもボランチもゴール前に出ていくことがめっちゃ長い距離スプリントしていかなきゃいけないみたいなケースが自体が少ないんですよ。常にこう同じ距離でこうやって動いてるから。だからボランチの選手もサイドバックもどんどんゴール前とか、 背後にこう出ていけるっていう状態になってて、特にその敵陣に押し込んでいる時も八人ぐらいがこう一塊になるんですよ。画ダゾーンの画像を見ればわかるんですけど、画面見るね。<laughs> ダゾーンってあの J3 は多分カメラい高いところに一つで結構大体多いからそ、ねうんうん、そうですね。ね幅取られたらなかなか入りきらない時もあるのないけどいで、ね、でもそこの画面に集中するっていうのは相当すご、はい、いなっていう風に思うん。で。 敵陣に押し込むときに一塊って結構難しくて、で、どうしても、後ろの、例えば相手のチームが一人前線ハーフラインの向こうに残すじゃないですか。うん。その時は二つ、二人のセンターバックは、アフェ、自陣にこういるんですけど、うん、残りの八には一塊です全部。で、サイドバックカバーリングする、逆サイドカバーリングするケースとかもあるんですよ、サイドバック。<laughs> それぐらいだからコンパクト、ね、ここんばっかい、からですよね。そうなん だから、ボールの回収とかもすぐできるんで、逆サイドに振りたいんだけど、その前で捕まっちゃうみたいなケースがすごく多くて、で、奪ったらすぐ縦パスが入るっていう感じで、もう相手常に後手後手になっちゃうっていう。クロス1位は、坂選手は多分クロス1位なんですよ、J3。日高選手は5位ぐらいなんですけど、日高選手はね、左足のキックが素晴らしくて、この間の岐阜戦なんかね、素晴らしい振り切いっぱい決めて、あとミドルシュートっていう。J3 の左足ボール数が1位らしいです。ああ、そうだね。 プレースキッカーとしても優秀だし、うん、まあ特にこのサイドバックがまあ目立つんですけど、ただ、全員が目立ってて、このボランチの2人、宮本、山下。山下選手は去年の JFLMVP でか、彼左利きなんですけど、彼はまあプレーメーカーみたいな感じなんですけど、まあ、宮本選手も素晴らしくて、まあ、とにかくゴール前に出ていく回数もめちゃめちゃ多いんですよ、このボランチ二2人が。岩部選手はね、右で。6月の月間 MV ですけどね。 ハットトリック決めたりとか。一応フォーメーション442ってなってますけど、うん、まあ4222みたいな感じで、もう実質でも、もうポジションが合ってないようと思うんですよ、もうみんな。近い距離にいるから、攻撃だけ見てると、誰がどこのポジションなのかよくわかんないぐらい、みんな接近してプレイしてるんで、しかもワンタッチのパスの数が多分 J3 で今一番多いんですよ。近いからうん、近いからだと思うんですけど、まあ、近い距離にいるからコンビネーション使いやすいじゃないですか。 まあ技術がないとね、全部ミスになっちゃって繋がんないけど、まあまあ、そこで繋がる技術もちゃんと持っていて、で、コンビネーションとかアイデアの共有もできてるから、まあ突破が鮮やかなんですよ、見,見事で,で完璧にこれ崩されたな、みたいな失点が多分多いんですよね。なるほど。うん。で、岩渕選手で、右左山口選手で、で、トップ側に、ね、有馬選手がいるんですけど、有馬選手はまたね、いい仕事していて、ワントップなんだけど左右にも流れます。でチャンスメイトもします。ポストもやりますっていう。うん だから逆にこう周りの2列目とかもすごく生きるんで、だからいろんな選手がいっぱい点取ってるで,でね、これやっぱ大きな特徴が、20段前半の選手が中心なんです、ほぼ。そうですね。ダイソー通して1年目、2年目ぐらいの選手多いですね。ライプスケはね、あの、ザルツブルーとかもそうなんですけど、若い選手をとにかく、総力の使うサッカーをやるときに、あと、極端なこうサッカーをやるときに、できるだけスポンジのように吸収しやすいのはやっぱ若い選手の方だっていう。なるほど。 であとハードワークしても回復力もい総じて若い選手の方がまが早いってい,うっていうのも含めて考えてもチームの編成とかやろうとしてるフットボールとか、まあ、いろんなことがはみ合ってんなって感じなんですよだサッカーのことをこうもっともっといろんなことがこう吸収できるような選手で,で伸びしろがあって弱気、まあ、で、まあ、頑張ってどん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 もしかしたら抜かれるようなタイプの選手が多くなってくるかもしれないね。 しかもね、今、練習環境めちゃいいじゃないですか。確かに。本当に。クラブハウスもそうだし。だだすごくモチベーション高くやってんじゃないかなって気がする。ただね、俺、本当近くにいたら、俺、ほんと、試合あるとき行きたいなって思うぐらい。行ってください。っさい,いや、本当面白い。<laughs> まあ半分、これから先、楽しみにしたいと思いますけど。ねうん、後半戦になると、じゃあさ、ある程度研究もされつつ、まさに。それがどうなるかだね。そうですね、まさにそうだと思います。これ1週目だったんで 初見殺しみたいなイメージだったと思いますよ。<laughs> <laughs> あれこれかみたいな。ただ、さすがに、この間のね、沼津なんかも、うん、かなりこう、いわ城は研究していて、うんうん、で、立ち上がり十5とにかくラッシュ来るから、そこでなんとか耐えてって,って、うん、立ち上がり十5をしのげばっていうふうに言って、うん、うまいことしのいだんですけど、うん、それでもね、後半に、あの、やっぱり岩城の圧にあの負けてしまったっ。で、これね、ただこれ、この動画が出るタイミングがタイミングなんですけど、実はあの、今週末、 今週末で言い方がいいのかわかんないけど、<laughs> 松本山が、ね、そう,そう、2位の松本山と直対なんですよ、今週末。この2敗のうちのっぱいこれ山がなんですよ<ー>で。これがアウェーゲームだったんですけど、今回でもいわ城、ホームゲームなんで、前回の山川戦の敗戦を踏まえて、い<や>どこわ城が戦っていくかって<や>、ってすごく面白いわけですよ、これ。いや、とても勉強になりました、大城さん。面白いんですよ、はい。夏休み、サトシの自由研究。大城さん、ありがとうございました。ありがとうございました。